こんにちは、鶴谷です。今日はですね、鬼怒城 LM125 と鬼怒城ワールドの違いをご説明していきたいと思います。まず一つ目の違いなんですけど、価格です。鬼怒城 LM125 は 24,200円で、鬼怒城ワールドが 16,500円なので、鬼怒城ワールドの方が安いです。次に二つ目の違いは、プレートの大きさです。鬼怒城 LM125 の方が 28×100 で、鬼怒城ワールドの方が 24×90 なので、鬼怒城 LM125 の方がプレートが大きいです。プレートの種類はどちらもシルクプレートになります。重さなんですが、鬼怒城 LM125 が 390g で、鬼怒城ワールドが 346g なので、鬼怒城 LM125 の方が重たいです。ただどちらも重さは軽い方なので、あんまり重いなっていう感じはしません。温度設定なんですが、鬼怒城 LM125 が130〜220度の10度刻みで10段階設定になります。鬼怒城ワールドの方が140〜220度までの20度刻みで5段階設定になります。温度設定が LM125 の方が細かいので、細かく使い分けることができます。その部分が値段にも反映されてるかなと思います。コードの長さなんですが、鬼怒城 LM125 が 2.5m で、鬼怒城ワールドの方が 2m なので、ワールドは持ち運ぶために作られてるっていうのもあるので、コードが短めな設計になってます。温度の上昇なんですが、 LM125 の方が早いです。なぜ早いかというと、ヒーターの質がいいからだと思います。その部分が価格に反映されてるんじゃないかなと思います。ただどちらも早い方なので、そこまで気にはなりません。温度記憶機能が LM125 にはついてて、鬼怒城ワールドにはついてません。この部分も価格に反映してると思います。自動電源オフ機能はどちらもついてます。あとはデジタル表示なのか、デジタル表示ではないのかで違いがあるんですね。この部分も価格が関係してきてるかなと思います。鬼怒城 LM125 は海外で使えないんですが、鬼怒城ワールドは海外で使えます。持ち運ぶためのシリコンキャップがついているので、ワールドはそういう意味では持ち運びにはすごくいいです。鬼怒城 LM125 の方が価格が高いのは、ハイスペックな設計になってて、いろんな部分にこだわりを詰めてるからです。逆に鬼怒城ワールドの方は、いらない部分を削ぎ落として価格を安くしてるっていう感じになります。次に質感を比較していきたいと思います。まずは LM125 です。次に鬼怒城ワールドです。仕上がりなんですが、プレートの滑りはどちらも同じような感じで滑りが良くて、質感なんですが、どちらもシルクプレートなのでしっとりと仕上がってます。ただ、癖の伸びがプレート幅が大きい LM125 の方がしっかりと伸びた感じがします。鬼怒城 LM125 の方がヒーターが強いので、その分しっかりと熱が伝えれるっていうのと、あとはプレート幅が広いので、癖をしっかりと伸ばせるので、癖をしっかりと伸ばしたい方は LM125 の方がいいかなと思います。ただ、価格が安くて海外で使いたいなっていう方はワールドの方がいいかなと思いますので、今回ご説明したことを参考に選んでもらえたらなと思います。購入方法は概要欄に貼ってますので、よかったらクリックしてみてください。長い間ご視聴ありがとうございました。鶴谷でした。またよろしくお願いします。